皆さんこんにちは、宮田聡です。この度7月28日、土曜日にですね、銀座の有楽町にありますヒューリックホール東京でワンマンライブを開催いたします。今回のライブはですね、1月の10日に、リリースになりましたファーストアルバムライズを引っ提げですね、一夜限りのプレミアムライブということでお送りしていきます。まあ、アルバムの楽曲はもちろん、カバーだったり、そしてもともと僕はブリーズというグループにいたんですけども、そのブリーズの楽曲もやってみようかなと思っております。いろんな楽曲をですね、織り交ぜながら、まあ、一夜限りなんで、皆さんと共に素敵な時間を過ごせればいいなと思っておりますので、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。宮田聡でした。